入るっていう担当だったんですね。なんか本当は水島さんの日に生まれてたら安心だったんですけど、私の日に生まれてしまって、ね、バタバタしてしまったんですけど、それも含めてちょっと聞いていただきたいと思います。まずこの2月24日この日って予定よりちょっとだいぶ早かったんです。早かったんで、私この日にまさか今日生まれるなんて全く思ってなかったんです。でこの日いつも通りにこのオランウータン車来て、でスーミーの様子、お母さんのスーミーの様子を見たんですけど、でどんな感じだったかっていうと、次のページ普通だったんです。もう本当いつも通りに見えたんですよね。なんかあいつも通りだなと思ったんで、いつもと同じようにこういうふうに外にスーミー出して、でお部屋の掃除をして、で一応毎日何かあってもいいように、今スーミーがいる入り口のシュートっていうんですけど、あそこだけ開けといて自由に入れるようにしておいたんです。でそれ確認して、よし大丈夫だなと思って、別のお猿さんのお世話をしに行ったんですね。それが10時40分ぐらいですかね。で次に戻ってきたのがお昼ちょっと前ぐらい、その時は手にあるものを持ってきてたんですけど、それが何かっていうと次のページですね。これわかります？柿、そう柿です、果物の柿ですね。実はスーミーが妊娠してからずっと食欲がなくなってしまってて、普通に餌であげてたリンゴとかですね、お芋とか、あと人参、バナナとかも食べなくなっちゃって、でちょっと困っちゃってたんですけど、柿だけはなんかわかんないですけど大好き で、最初にあげた柿って結構この園内に入なってたすっごい渋い柿だったんですけど、もう全然気にしないでよく食べるんですね。だからこれはいいなと思って、でお昼に毎日1個ずつ柿をあげてたんです。でこの日も柿をこう手に持ってきて、でスーミーここに寝転がってたんです、こうやって。でスーちゃん柿だよって見せたんです。そしたらその時の反応が次のこれ、ね、ノーリアクションこれでちょっとびっくりしちゃったんですよね。スーミーは私のことは別に好きじゃないんですよ、全然好きじゃないんですけど、私の持ってる柿は好きなはずなんで、見せてノーリアクションなんか一度もなかったんですよ。でこれはもう本当におかしいなと思って、でその時はね、生まれるっていうよりもなんかこうお腹に異変があったんじゃないかとか、体の調子が悪いんじゃないかみたいなことを思って、 でもどうしてあげることもできないんで、まあ、とりあえず担当の水品さんにメールだけしておこうと思って、で、まあ、メールをしたんですよ、 LINE ですよね。スーミー柿今日食べに来なくてちょっといつもと違うんですけど、これ大丈夫ですかねってメールを送ったんです。で1分ぐらい待ったんですけど読まないんですよ。既読にならない。でそうこうしてるうちに、もうスーミー寝っ転がってたのが起き上がって、また寝っ転がって起き上がってみたいな、なんかちょっと落ち着きがすごいなくなってきちゃって、でちょっと自分の股の間覗き込んだりとかしてて、でそこで私も初めて、あこれ生まれるんじゃないかなって思ったんですね。で生まれるって大変なことじゃないですか。あやばい、これもメールどころじゃないと思って、電話をしようと思って、で電話をこう電話番号をすごい探して、もう焦ってるんで全然電話番号見つからないでもうあんまり記憶がないんですけど、なんか電話つながって、で水ちゃんさんにスーちゃんが書きようみたいな、またさっきのメールと同じことを喋りながら、こうスーミーをこう見ながら喋ってたんです。したらね、そのスーミーがまたもぞもぞ動いてる時に一瞬だけね、何か見えたんですね。それが次のページ、顔がね、本当にこのくらいの大きさの顔が一瞬見えた気がしたんです。で、顔って思うじゃないですか。でもう一回よく確認したら、もう一回顔、これが見えたんです。で、あもうこれ生まれたと思って、あ生まれました、赤ちゃん生まれました、生まれてますみたいになって、もう興奮してて、でそれがだいたい12時18分ぐらい、だから出産の時間だいたい発表してるのが多分12時18分ってなってると思うんですけど、それで赤ちゃんは出てきたんです。で赤ちゃん出てきたんですけど、赤ちゃんって最初へその緒ついてるじゃないですか。でへその緒の先っぽが赤、お母さんの胎盤ってとことつながってるんですけど、胎盤はまだスーミーの体の中にあるんですね。だから赤ちゃんとスーミーつながってる状態なんです。でスーミーそれであんまり動けないんですけど、動けないながらもなんか周りの草とか集めて巣作りみたいなことをなんかしてたんですよね。
でそれでしばらくして1時過ぎぐらいに後山って言って、胎盤が後から出てきて、やっぱり赤ちゃんほどじゃないけどちょっと大きな肉の塊みたいのが出てくるんですけど、それをスーミー持ってべちゃ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 舐めてました。その後食べたのかもしれないんですけど、ちょっと食べたところは私は見てないですけど、なんか舐めてるところが印象的だったんでべちゃ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 音立てて舐めてました。でそれで胎盤も全部出た、で全部生まれたなって思ったけど、これ2月じゃないですか。2月ってすごい寒いじゃないですか。で寒いんで本当部屋の中に戻って産んでほしかったんですけど、外で産んじゃったん で心配だったんです。部屋の中なら暖房もあったんですけど外なんです。でしかも土曜日だったんです。お天気のいい土曜日で、お客さんもそこそこいっぱい入っててこれ赤ちゃん見つかっ、もしお客さんに見られたらもう大騒ぎになるんじゃないか、大騒ぎになったらスーミー興奮しちゃうんじゃないか、で興奮したら赤ちゃんにもしものことがあるんじゃないかみたいな、もうどん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 考えていっちゃうんです。でもうこれは早く部屋に、誰にも見つかんないうちに部屋に戻ってくれないかなってずっと念じてたんですけど、全然通じないってもうスーミーずっと帰る気ゼロなんですよ。でそのうちお客さんにはやっぱり気づかれ、あ赤ちゃんじゃないみたいな感じで見つかって、で最初はもうお客さんに口止めとかしてたんですけど、赤ちゃん生まれたんですけどお母さん落ち着かせてあげたいんでちょっとこれ内緒でみたいなことを言ってたら、あ分かりましたみたいな言ってくれて、すごい素敵なお客さんだったんですけど、まあそうどう考えてもそのうち他のお客さんも気がつくじゃないですか。でバレて結局普通にお客さん見てたんですけど、まあ、別に大騒ぎすることもなく、でスーミーも興奮することもなく終始落ち着いて赤ちゃんまあ、お世話っていうか、ね、一緒に赤ちゃんはお腹にくっついてるんですけど静かにしててくれて、あすごいなって思います、ね、自分がテンパってたの何だったんだろうと思ってお母さん全く興奮することありませんでした。で最後にもう一つありがたかったことがあって、これお父さんです、イーバン君っていう子がいるんですけど、この日ね、お父さんのイーバン君がずっと静かにしててくれたんです。これがすごいありがたいことで、普段だったら1時にスーミーを部屋にしまって、でイーバンを外に出して、イーバン外でお昼ご飯っていう流れなんですけど、この日スーミー帰る気ないじゃないですか。で、私外で見てるじゃないですか。で、イーバンにしたら、もう自分外に出る時間なのに誰も来ない。で、餌ももらえないっていう状況だったんで、もうこれ普通のイーバンだったらもう部屋の扉とかドッカンドッカン叩いて大騒ぎしてもおかしくない状況だったんですけど、なんかこの日はね不気味なくらい静かだったんです。で途中からまた水品さん LINE 来て、イーバンどうしてますかって言うんで、いや不気味なくらい静かですって送ったんです。じゃあほっときましょうって来てあほっといていいんだと思って2時くらいまで本当にほっといたんです。でほっといたんですけど結局静かにずっと待っててくれて、これが本当にありがたかったなっていうお話です。そんな感じで、まあ、赤ちゃんは生まれてきましたので、これからも成長を皆さんと見守っていきたいと思います。ありがとうございました。